トイプラネット藤岡店さんに来てます。仮面ライダー一番くじの A 賞がね、セーバーとゼロワンがありますね。最近もフィギュアーツの一番くじ盛り上がりましたよね。なんかすごかったね。さあ、そしてこっちにはショーケースもあるんだけど、これへん仮面ライダーコーナーになりますね。デラックス玩具とはまた別の場所にあるんだけど、こっちにも仮面ライダーのマスコレとかね、大量にあります。これはなんかベルトのオブジェみたいな。誰のベルトだ今のは。誰のだろう今の。ブラックとかそこ、あ、ブラックじゃないな、誰だろうな。あ、データ1000%さんだ。これ安くない？定価の半額だし、半額ぐらいだよね。だ2個で確か1個になるやつじゃなかったっけ。しかももう組み上がってるっていうね、助かる、すぐ遊べるっていうね。お、レトロトレカ、仮面ライダーストロンガー、ストロンガーとアイズじゃん、なんだっけ、デルザー軍団のなんだっけね、戦ってますね。ストロンガー見てたんだよな最近だけど、ストロンガー面白かったんですよ。お、アギトクーガとかね。まあ2000年ぐらいに発売されたやつかな、この辺のどれかは。で、アマゾンとかプレ版のアイテムも結構ありますね。この辺は割となんか年齢、対象年齢が高めかな。どっちかっていうと中学生以上を対象としてる感じの玩具が多い気がします。これとかどうなんだろうね。プライズのフィギュアですね。セーバー、やっぱセーバーのアイテムよりゼロワンのアイテムの方がやっぱ今でも値段は高めなイメージかな。お、レトロプライズアギト、これもレトロプライズスーパーワン。下の方にはね、また一番くじのフィギュアでガイムとか、でもね、ライダー系のこういうね、でっかいなんかマスコレみたいなやつとか、なでしこだっけ、仮面ライダー系の一番くじの、まあ、最近のフィギュアじゃなくて、こういうね、普通のフィギュアとかは、そんなに高くないイメージがありますね。あんまりこれといってレアなやつとかもなかった気がするんだけど、どうだったっけ。で、ショーケースとかね、お、ジョジョとか、お、ヒロアカ、アカデミアだっけ、ヒロアカとか、かな、ドラゴンボール、ウルマリンだ、かっこいい。ファイズ、ゴジラ、お、バーズ、これなんかモフモフのね、ブリブリザイモンなんだよな。こんなの出てたんだと思って、割とクレヨンしんちゃん系のおもちゃは追ってるんだけどな。で、後ろにブライスもいますね。アベンジャーズ、アイアンマン。そして反対側はね、これ美少女フィギュアゾーンかな、どっちかっていうと。まあそうだね、美少女フィギュアゾーンだな。そしてこっち側、ちょっとドール系もあるんだよね。お、ドラえもん、マリオ、バーズ、ふんふん。お、チョコエッグ、ドラえもんだ、いいね。そうそう、こういうね、あの福掛けのコーナーにもね、意外と欲しいのあったりするんで、ちゃんとチェックしないと。こういうね、消しゴム系もいいですね。ガン消し、クーガー、あ、こういうガチャの詰め合わせとかいいよな。ガチャなのかな、一応ボトルキャップにはなってるけどガチャだと思うんだよな、クオリティ的に。お、トミカヒーローだね。最近だとね、トミカヒーローの中ではアースグランナーを結構探してますね。最近トイプラさんで1個買ったんだけど、ウィザード、100円は安いな、箱入りで。これの箱入りアイテム結構安いですね。お、こっちはちょっと280円するんだ。同じシリーズだよね今の。お、
キラメジャーとキューレンジャーだ。いいね、セットであるのは助かるね。ミニプラが、おーっとこれドラゴンボールかな。こういうゾーンからねディグるのが楽しいんですよね。お、スカイライダー。この箱もパンパンになるぐらいにした、山盛りになるぐらいに買い取りが来たら嬉しいですよね。まあでも山盛りになっちゃうともう今度見づらくなっちゃうか、量的にこれぐらいがちょうどいいのかもしれない、あの全部見切るにはね。お、そうそう、ドラゴンボールのレトロソフビが、レトロなのかな、まあまあ古いソフビがあったんですよ、いっぱい。あんまりこうソフビ化されてるのを見かけないようなキャラクターがあって、これ1体100円なんで値段ついてないやつだから、すごい欲しい人には一気に揃うんじゃないかな。僕もねドラゴンボールね、昔ちょっと学校で読んでたんだけど、友達の借りて、ちょっとまだなんか一巻から読んじゃったからハマんなかったんだよね。ワンピースもそうなんだけど、ああいうのって意外と一巻から読まない方がハマるんだよな。こち亀も絶対一巻から読まない方がいいと思うんだけど、僕はね、こち亀はハマったからわかるんだけど、一巻から読まない方がいいんですよ。おお、伊之助、安い安い伊之助くんが、鬼滅も安くなったな。上の方ドラゴンボールがある。何これ起き上がりこぼしの銀河、レトロロボット風のねやつがあったね。おじおお、こういうのもガチャで回すと結構高いからね、本当は。そしてプラモコーナーとかがあって、プラモコーナーはまた別の動画で、確かショート動画で紹介したかな。そして仮面ライダーコーナー行く前にこっちか、おお、この辺のなんか、そうそう、戦隊コーナーがあって、その横側にね、こういうなんか、なんていうのかな、その他なんかヒーローというかのゾーンがあって、このライガーみたいなやつ、この辺がなんか一気に入荷したっぽいんですよね。ちょっと僕はねこの辺の知識なかったからわかんないけど、お、いいおもちゃっぽい感じはしたし、完品っぽいからすごいコレクションにいいと思いました。でこの棚の側面にはね、ソフビ系ですね、仮面ライダーの。まあ100円コーナーに出すにはちょっと良すぎるかなってやつがここら辺にある感じかな。100円コーナーはこっち側のこのオレンジの箱ですね。白い魔法使いドライバー。そしてまあ相変わらずのね、変身ベルトずらっと。サムネにしようかな。多分サムネね、変身ベルトずらっとにしてると思います。おお、ロストドライバー。片方欠品みたいなね。違うけどね。さあそして、オーズがあって、で反対側がこっちが新しい系かな。ゼロワンドライバー地味にまだ持ってないんだよな。買いたいんだけど、いつが底値になるかがちょっと分かんないんだよね。この辺とかもジオのアイテムとかもこれ確か合体しますよね。ででっかい武器になるやつだった気がする。おお、ゼロワンのライドウォッチとかあったんだ。まああるか、そりゃそうだな、ありそうだよね。無限ゴーストアイコンだっけ。ビヨンドライバーとかね。まあトイプラネットさんはいつ行ってもこんだけこうずらっとあるところがやっぱりポイント高いかな。しかもそんなに高くないっていうね。そう、安くあってしかもずらっとあるのがポイントですね。はい、ということで今回はトイプラネット藤岡店さんのまあ仮面ライダーコーナーを中心として見ていきました。この動画が良かったなと思っていただけた方はね、評価ボタンを押しててください。お願いします。あ、チャンネル登録してない方はぜひね、チャンネル登録もお願いします。それではまた、バイバイ。